藤島ジュリー社長ですね。現ジャニーズ事務所の社長が4度頭を下げて謝罪会見をしたということで、非常に注目されている案件です。亡くなられたジャニー北川さんと妹のメリーさん、そしてこのジュリーさんはですね、メリーさんの娘かな。創業者であり前社長がおじさんということで、性加害があったとされている時期にもですね、ジュリーさんはジャニーズ事務所の取締役だったということで、責任はもちろん事実だとすれば逃れられないという法的な枠組みにはなってるんですけれども、自分はよく分かんなかったというふうに弁明をされているということで、分からない中でこうやって謝罪をしてしまうのはいかにも日本的だなというふうには思います。こんなのもね、欧米でやったらですね、アメリカとかでやったら、分かんないのにお前は謝罪をしたのかと、巨額の民事裁判の賠償金を払わなければいけなくなる。まあとにかく未成年に対してのですね、性加害というのはですね、もう欧米ではもう本当に厳罰に処するということで、もう社会復帰できないぐらいの非常に大きな社会的な罰も受けることになります。当然ながらですけれども、ジャニーズ事務所のタレントは少なくともメディアにはもう二度と出れない。それどころかですね、ジャニーズ事務所と取引があった、例えばテレビ局だったりとかメディア、あるいはそこに資金提供してた人たち、関連会社の方々、例えばジャニーズエンターテイメントとかですね、ジャニーズ事務所以外の方々もね、結構有名なミュージシャンの方とかもですね、曲を たくさん作ったりしてるので、そこに関与してたりとか、まあ、そういった方々まで類が及ぶ。まあこれエプスタイン事件というですね、有名なチャイルドアビューズ事件がありましたけれども、まあこれの事件でエプスタインさん、彼から資金提供を受けてるだけでですね、社会的に抹殺されてしまうと。例えば伊藤浄一さんというですね、日本のインターネット界ではですね、非常にもうレジェンド的な方が、MIT のメディアラボの所長を務めていたんですが、このエプスタインから金銭供与を受けていたということだけでも解任されて二度と復帰はできないというような厳罰に処されると。そういうふうに考えるとですね、もう現ジャニーズ事務所はもちろんのことですね、ジャニーズ事務所を辞めちゃったタレントさんはどうなんだというふうになりますが、もしこの内容が正しいとすれば、これは後輩たちへのですね、そういった性加害を黙認した、まあ自分たちも被害者かもしれないんだけれども、売れるためにはこの儀式を済ませなければいけないんだみたいな形でですね、こう後輩たちがそういった性加害を受けるのを見殺しにしたと、そういうふうに考えられます。そういった方々も、まあ欧米の基準から言うとですね、もうメディアには二度と出れないみたいな感じに、なってしまいますと。メジャーなメディアには少なくとも出れないと。なんでそんなことになるかというとですね、やはりチャイルドアビューズ、とにかく未成年性加害を防止するための活動団体というのは非常に大きな力を持っておりまして、そういった方々がですね、例えばネットフリックスだったりとか、アマゾンプライムとかね、グローバルプラットフォームにですね、ジャニーズの人たちを出すのかと、それは性加害を助長するんじゃないかということでですね、猛批判が来てですね、不買運動なんかも起こったりしますので、当然ながらですね、そういったメディアはもう使わないということになりますので、まあそれぐらいの大きな、メディアを震撼させる大きな事件になってしまうんじゃないかなというふうに思います。これからジャニーズ事務所大変だと思いますし、最後まで日本のテレビ局が守りきるのか切らないのか、日本のテレビ局だってグローバル展開しなきゃいけないので、当然ですね、諸外国のプラットフォーマーから圧力かかると思いますので、まあ多分粘ることはできないんじゃないかなというふうに考えております。